場に妖魔の大群を相手にして一人暴れ回っ、とにかく暴れたいという福島正則のため、霊氏が提供したその情報は、それが旅網に一人の男を思い浮かばせたのである。喧嘩っ早いが頼りになる。無事ならば、なんと旅網は福島正則とそのお目付け役加藤清正、妖魔を相手に暴れ回る将か。俺にはそいつは頼りになるやつなのか。うん、腕と心意気は保証するだ。さあ妖魔ども、あんな感じなの。要するにバカなのな。お任せを。北の方が騒がしいよ。普段の武将がいるのはこちらのようだな。なぜだろうな。正則を見ていると丹念を思い出す。任せときな。暴れやがって。おい、もっと人数を集めてぞ。カンネ、こんなところで何をしている。のおっさんか。見りゃわかんだろう。喧嘩だよ喧嘩。やれやれ。助けおけ。せいぜいあがくがいい。よし、よくやった。相手と共に戦うことで俺も成長できる。Oh!
最中のあいつら。ことになってんな。ようなバカが想像した倍以上だ。俺は少々頭痛がしてきた。この幻影が真の三国無双です。いい勝ちっぷりだったね。ま、いい勝負だったんじゃねえのか。俺は負けの。おお、上等だ。なら次のさあ
本当に連れて帰るのか。いっそここに置いていった方が。いや待て、それではきっとご近所の迷惑になる。連れ帰ってしっかり監督するのが俺たちの義務だ。お互い苦労するな。この鮮やかな勝利